この車乗っていくしかないんか。またフィクサー契約次々となだれ込んでくんな。俺はバイクに乗り換えたいのに。バイク手配したい、したがりや。バイクを手配したがり屋さんやから。あるいはシカゴスマートシティ計画が始動してから1年だ。OK。ここまで市民の反応も概ね良好です。みんなハッキングされてんだぜ。盗撮されてるしさ、みんな。あ、ごめんなさい。びっくりさせてごめんね。さあ、これはなんだ今度は。子供のいる家を襲うなんて見境がなさすぎる。お。そういう奴らは消えなきゃいけない。喜んで引き受けろ。何をするんだ？列車を発見。ターゲットは目的地に到達する前に排除しろ。終わった。ターゲット。ごめんごめん。危ない危ない。ああ、死亡して。ごめんごめん。生き延びる必要があるんだ。何？駅に向かわないといけないのか。これ何なんだ？電車に乗ってんのか。駅はどこだ？あ、やばい、駅着いたけど通り過ぎてく。あー、それ俺スキル持ってないよ。その電車止めるスキル、電車を止めるスキルを持ってない。下の階か、下のところ。どういうことだ。通り過ぎてったで。あ、あの車。ごめん、車くれ。申し訳ない。あの車か。どこだ。なんか狙われてる。足を上げて。わあ、衝突しようと思った別のやつに衝突した。なんか、あ、くそ。他の敵か、これ見えへんわ。何も見えへん。めっちゃダメージ受けてる、この車。おう。すまない、すまない。足を上げて。どこだターゲット。おお。やめなさい。オッケー。間違えた。またボタン間違えた。後ろを見ようと思ったのに。やばい、逃げられる。ヴィンテージブレスレットをもらった。うわー、逃げられるぞ。ダメかこれ。間に合ってんのかい。間に合ってんのかい。知らん知らん。もう銃の撃ち方知らんもん、これ。
け、引っ掛けとけ、引っ掛けておけ。死んだ。あーあかん、意味がわからんかった今。え、ターゲット逃げてたんか、もう車降りて。タンデムー、タンデムさあ、バイクで勝てるか。バイクで勝てるか。お、降りた。いや、降りてない。分かったよって言ったらなんやねん。まあ、バイクで追いつかれへんやろ、車。間違えた。またなんか、なんでボタン間違えんねやろな。なんで間違えてまうんやろ。俺 Y ボタンを押そうと一生懸命なると X ボタン押してまうんか。わかんねえわ。車両テイクダウン。急げ。超ハイスピード。ずっと Y ボタンに置いとこう。そうそう X ボタン使わんやろこれ。お、ちょっと待って、危ない、引かれる引かれる。 OKOK、 ギャングの車を避けて。わおよー、俺のバイク、お前にはやらぬ。逃げろ、撃たれるぞ。逃げろ、撃たれるぞ。どちらかっとるわ。お前らには撃つかん。なんたって俺はバイクだからな。車対バイクだ。どうだどうだどうだ。やめて、挟まないで。バイクが動かない。バイクが動かない。ういし、やばい。いや、お前らと戦ってはいられない。ターゲットを生んだ。めっちゃ長い逃走劇やな、これ。200メートル追い切られんか。追い切れるんか。追い切れんねんな。追いかけれるもんやねんな。ええ車使っとんな、こいつら。ギャングのやつら。ギャングのやつらええ車使っとるわ。安定感がすごい。って言ってながら結構当たってんだけど。うう、危ない危ない。あいつを早くテイクダウンさせるんだ。危ない。テイクダウン。オッケー。ちょっと逃げろ逃げろ。死ぬ死ぬ。死ぬ死ぬ。逃げろ。逃げろ。君についていく。君に決めた。ついていく人間は君に決めた。よし、それどこじゃない。
シャッターに潜り込もう。シャッター内に。いや、カメラじゃないんだ。そんな余裕はない。シャッター閉めて。よし。うわ、入ってきた。シャッター開けれんのか、お前ら。よし、関係ない。はい、関係ない。うるせえ、うるせえ、邪魔、邪魔、お前、邪魔だな、お前、U ターンのタイミングだろ、ここ、ほんとに。うわ、ついてきとるわ。Y ボタンにね、指をかけておこう。さあ、来てるぞ。はい、さよなら。さあ、逃げろ。こっちだ。おお。左合流とかあんねや。こっち。ここまだバレてないでしょ。あ、こう。おるわ。どこにでもおるんやな、お前らは。なぎ倒しすぎ。ここから出たいんだけど、出れないな、ここから。バレてる、バレてる。逃げ逃げろ。オッケー、円から出よ、円から出よ。これ逃げたやろ。オッケー。ミッションクリア。バイク欲しかったけど、バイクなかったっけ。もうこの車いらねえ。進行ボーナスも手に入れた。車列襲撃。フォーカスクリティカル。瀕死時にフォーカスが回復する。へぇー。進行状態じゃなくてスキルツリーだな。お、4ポイントも持ってんのか。どこ入れよう。コンバットフォーカス、 R ボタン押し込みで、あ、静止させることができるのか。武器の切り替えは別にいらんな。フラググレネード、爆発と同時に金属片を飛び散らせる。じゃあこれ入れとこう。あとは電車、電車を発車停止させ敵から逃走する。これも入れましょう。もうそれぐらいか今できんの。あとは変圧器、電気爆発、夜は停電で、夜、あ、敵から身を隠せる。へえ。じゃこれ入れとこうか。武器の切り替え上昇。あんま魅力に感じないですけどね、武器の切り替え上昇って。まあいいわ。シカゴの野球場でギャングによる銃撃事件が発生しました。警察がバイスロイスを、バイクだな。俺はもう毎回バイクだ。さあ次どこ行こうかな。次こそメインミッション行きたいんだけどな。どうせフィクサー契約が舞い込むんだろうな。もうすでに犯罪予告が出てる。犯罪検知がもう出てる。よし、じゃあその検知した犯罪を一瞬でなぎ倒しに行くぞ。犯罪者をなぎ倒しに行ってやるからな。待ってろ待ってろ。
この辺だな。はい、失礼。銃はモッチでいけない。どこだ。介入。テイクダウンぜ。無理か。くそ、銃を持つボタンを押してしまったからああなってしまった。これ乗ろう。行け、追うぞ。チキショウ、待てこの野郎。どこだ。オッケー、近い近い、近づいている。くそ、こんな手間取るもんじゃないぞこれ。いやー、テイクダウン。あー、やられた。撃った方が良かったんか、あれは。ないないないいや、あんなあんねん。システムロードにあんなあんねん。なにこれ、夢落ち。そう、予定外だ。メインミッションだ。俺にメインミッションやらせろ。腹いせにメインミッションやらせろ俺に。早いな、やっぱバイク早いわ。ごめん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 。死んでないんや今。あ、今死んだ。ごめんなさい。申し訳ない。どこだメインミッション。いたいた、何。ああ、あれが吹き出しちゃったん。さあこれだ、ミッション開始。ん、ミッション見せるぞ。オンライン契約、新約、お、侵害を見つける。ジョルディの仕事は保留だ。保留。この目標に向かったらいいんかな。とりあえず目標に向かう。オンラインハッキング。ハッキングを受けた場合、ライバルフィクサーが君から情報を盗む。オンラインハッキング契約を受けた。自分にハッキングを仕掛けているフィクサーを探せ。フィクサーは屋根の上や車両の中に隠れたり、人混みに紛れたりしている。頭上や足元にいる場合もある。ハッカーかもしれないと思った相手をスキャンしろ。わかった。どこだ。違うな、ドイツだ。人混み、屋根。この建物の屋根を折ったら俺は無理やな。どこだ。お前か。違う、曲を手に入れた私は。それじゃない、お前か。ハッカーではないって書いてあった。お前か。違うか。
会話を閉じろ。お前じゃない。銀行口座、銀行口座でもない。お前か。カーではない。行動が異なる。ハッカーではない。いや、傘持たれたらわからんな。こいつでもないでしょ。カーではない。どこだ。侵入されてるぞ。どこだ。カーではない。あ、特定した。見つけたぞ。見つけた。よっしゃ。オッケー。フィクサーを一人仕留めた。おお、よっしゃ、見つけました。そういうことね。誰かが俺に興味を持ったらしい。フィクサーは金のために動く傭兵。陪審に選ばれた。そいつが俺を標的にしたのだろう。悪い知らずだな。記憶が正しい。自動車販売員。連中はグリッドで連携を取る。オンライン契約グリッドで。シカゴのフィクサーアクティビティを確認できる。このアプリはスマートフォンかワールドマップのショートカットからアクセス可能。アプリオンライン契約から以下にアクセスできる。ハッキング及び尾行侵入、レース契約、CTOS モバイル契約。なんかいろいろあるんですね。スマートフォンを開いてアプリオンライン契約を選択しろ。あ、これでできると。1対1、あ、こういう感じでオンラインで遊べるということか。なるほどな。でも俺はちょっとオンライン契約やる気ないんだけども、やらないといけないんかこれ。拒否ができないな、これ。やるしかないんだな。オンライン尾行、これやってみるか。オンラインハッキングを選択してターゲット選択。オンラインハッキングやるしかないんだな。これチュートリアル的な無理やりなやらされ方しないといけないんだな。わかった。ハッキングしよう。実際やるなら今だ。どんな契約がある。平均待ち時間1分。待ってやるよ。ハッキングするフィクサーを検索。もういいんか。はい。快諾。これで始まるわけだね。バックドアをインストールしてデータを奪い、見つかる前に逃げ切れ。ん？何をしたいんだ。よし、これでジョルディの仕事ができる。接続が失われた。男をどこかに届ける。ただの送り迎えとはいかないだろう。この手の仕事のコツは警察を避けることだ。わかんない。
ちょっとよくわかんねえな。オンラインシステムがちょっとよくわかんねえわ。ちょっと俺早くキャンペーンやらせてくれよ。